前回の彼女のパフォーマンスがただのラッキーだったのか、それとも実力だったのか、その答えを見せてもらいましょう。はい、それではチャンピオンシップ次の試合ですね。これも同じかな、ポイントを取って1位を目指すか。行ってみよう。あ、チェックポイント、フィニッシュライン。あ、これは普通に進んでいくのか。おお、これよいしょ。あ、待った、スタイリッシュなトリックを、大きなクワッドフロントフリップ。オリンピック会場も沸き立つ大技です。あんまり飛びすぎてもダメなんだこれ。みんな低いな。これ怖いな。あんまり飛びすぎないで横だな、横回りしよう。オッケー。大きな転移キープ。しっかりグラブしています。あ、やっぱ回転つけなきゃ厳しい。あ、やべえ、抜かれてんじゃない？大丈夫かな？まだセーフか。あ、抜かれてる。あ、違う。最後だからか。これ失敗できねえぞ。結構難しいな。行こう。ここはもう回転するしかない。回転で取る。あ、違う。ドゥエルブシックスにグラブが入ります。あ、失敗したかこれ。わあ、信じられないことが起こりました。私たちは今ビッグエアの新たな伝説の始まりを目にしているのかもしれません。実に見事なパフォーマンスでした。彼女がこれからのビッグエアの話題の中心となるのは間違いないでしょう。めっちゃギリじゃん。急に強えな。よし、今回も勝利。次行ってみようか。20ポイント。これまで日本での2回のイベントで凄まじいパフォーマンスを見せてくれた彼女ですが、今回も期待に応えてくれるのでしょうか。まあ期待にしか応えないよね。これどうすんだ？同じか？ちょっとどう飛ぶかだけ教えてほしい。大きなエア。これは大技が来た。クワッドバックフリップにグラブが入ります。どうよ。グラブ入れといたぜ。やばいな、結構いい勝負してんな。次400か。これだったらいけんじゃないかな。よし、よいしょ。グラブ集中しゾーンに入っています。どうよ、信じられないようなパフォーマンス。日本なめんなよ。おお、もうこれ余裕だね。だいぶ差つけたでしょ。よし、事故らんように行こう。事故らんように。事故ったらやり直しだ。よい、グラブ決めて、よし、オッケー。余裕の圧勝だね。あ、やってくれました。今日の彼女は圧倒的な実力を他の選手に見せつけました。驚きの結果です。これで30ポイント。まだ6ポイント差しかないのか。まだあんのかな。あと1イベント行ってみましょう。アスリートが大会中に感じるプレッシャーは相当なものです。そこに加えてここ日本での3度目のランで誰も予想だにしなかったことが起きました。大会でのクワッドフリップの成功、世界初の快挙です。10秒ほどの間に景色が一変してしまいました。歴史的瞬間に会場中が熱狂しています。ハードルが設定された状況で彼女に打つ手はあるのでしょうか。今日のような日のために取っておいたトリックがあるのならぜひ見せてもらいたいものです。いつもと同じものしか持っていない。みんな1000点台いってんな。怖っ。しかも若干ここ斜めだな。ゴー。飛べ。素晴らしいトリックです。大きなリスクを犯して勝負に出た甲斐がありました。やべえ、結構ギリギリだ。次何点だ、大丈夫か。お、次1300。やば、もう一回転加えないときついな。
のジャンプ、どんなエアを決めるのか。あ、やべえ、これゾーンに入っています。ギリギリだ、よかった。信じられないようなパフォーマンス。やっぱここまで来るとみんな強えな。簡単には勝たせてくれないぞ。最後900か。これはいけんじゃないか。全集中。いい高さのジャンプ。ここで何を決めるのか。グラブのしっかり決まった。大きなクワッドバックフリップ。きた。これでオリンピックいけんじゃない？これで。彼女は果敢に挑戦したおかげでとても素晴らしいスタートを切りました。クワッドバックフリップでシーズンを開始した彼女が韓国で金メダルを獲得する可能性は十分にあります。余裕だね。